透明館中学校、高等学校は、佐賀県宮城郡木山町大和宮浦にある私立、中学校、高等学校。設立母体は、学校法人透明館学園。透明館の校名は、津島藩田代寮の藩校、透明館を由来としている。完成4年、当時の津島藩主修義校が、朱子学を、漢学とする幕府の政策に倣って、都市に稽古書を開いた。 後の完成十二年に、透明館の名が冠され、文芸、無事を共に収める文武館となっていった。文語下の儒学者であった、広瀬丹僧が透明館へ招かれたのは、文政十二年である。丹僧は、熟成自ら学び考え、疑問点を教師に質問するという、それぞれの個性を伸ばす、教育法で豊かな上層教育が行われた。 この透明感の理念を現代に継承すべく、1988年、現在の透明感が改学した。遠方の指定に門戸を開くための両制度や、学問は修正の号であり、自己の長所をもって時代に適応した、社会有用の実践的人物を育成するという、丹層が確立した教育理念は、今も、なお大切に引き継がれている。 透明量、資音量中高の教育内容の重複を整理し、予備期、基礎期、新長期、充実期と4つのタームで段階的に学力を育成。きめ細やかな教育カリキュラムで生徒一人一人の死亡進路実現を目指す。また、教育の柱となっている、個性の重視、英才教育、透明感、キャリアガイダンスを充実発展させるため、中学1年時より、 メディカルリーダークラスとゼネラルリーダークラスを設置。平成27年度からは、高校からの特別理数クラスを設け、医師役系大学現役合格に向けた対策を強化。ありがとうございます。